1918年ヨーロッパを中心に大流行したスペイン風邪で亡くなった人は全世界で4000万人とも言われていますインフルエンザの世界的大流行いわゆるパンデミックです最近では2009年に北アメリカで発生した新型インフルエンザ H1N12009 が世界的に流行 この事態を重く受け止めたた WHO によってパンデミックと宣言されましたこのインフルエンザは比較的毒性が弱いものでしたが薬が利用できるかどうかなどその国の経済力や医療制度によって死亡率に格差があったとも指摘されています。 そんな中、日本が得意とする不正合成と呼ばれる化学合成の手法を使って、インフルエンザの治療薬を大量に安く作る研究開発が進んでいます。日本では今年もインフルエンザの全国的な流行が報告されています。インフルエンザウイルスは通常の風邪とは異なる季節性の流行や高熱を引き起こし、 遺伝子変異による薬への抵抗性獲得も問題となります。対策の鍵はワクチンの接種による感染防止、そしてウイルスの増殖を抑える抗ウイルス薬による治療です。抗ウイルス薬として現在最もよく使用されているのがタミフルとリレンザです。インフルエンザの大流行に備えるためにはワクチンとともに これらの抗ウイルス薬を大量に備蓄する必要があります。微生物科学研究会微生物科学研究所所長の柴崎さんは有機物の化学合成の研究者として抗ウイルス薬を安く大量に合成する研究に取り組んできました。その大きな成果の一つが東京大学にいた2006年に タミフルを石油由来の材料から化学合成したことです。通常、タミフルは、香辛料の発覚や大腸菌内のグルコースから得られる敷ミ酸を原料とし、通常の化学合成を繰り返すことによって製造されます。しかし、この方法では、大量に生産するには時間がかかり、ウイルスの変異に合わせた構造の微調整をしにくい面があります。 そこで柴崎さんは不正合成と呼ばれる化学合成の手法を使ってタミフルを合成することに取り組みました分子によってはその左手物質と右手物質に相当するようなその物質が存在するわけですそれで例えば医薬品の場合に片方の右手物質が効果があるとすると左手物質はほとんど効果がないあるいは毒性を示すとで、えーまあ、そういうことからして、えー 必要なものだけを左手例えば右手物質だけを合成するというのは非常に難しい問題ですタミフルにも全く同じ分子構造を鏡に映した形の物質が存在しますしかし鏡に映した分子構造のものは薬としては全く機能しません通常の化学合成ではこの2つが区別なく生まれます 医薬品の合成ではこうして生まれる鏡合わせの物質が強い毒性を持つことがあり開発者を悩ます非常に厄介な存在でしたそれに対して片方の有用な物質だけを作り出すのが不整合性なのです根源的には私たちの体の中の酵素はそれをやってるわけです私たちの体の中でできてくる生成物っていうのはみんな右手物質左手,左手物質でしたら完全にそれを分けられてあの 区別されていまして酵素はそれを触媒として生成しているわけですねそれを可能にしたのが A と B を両方とも活性化するというか相互作用しながら C だけを作るという触媒が創生できたがゆえにそれが可能になったっていうことですその有効性と扱いやすさから全世界的に普及しているタミフルですがそれゆえに新たな問題が起こりつつあります 抵抗性を持ったウイルス株が出現してきているのです。もし、こうしたウイルスが強い毒性を獲得して大流行したら、事態は深刻です。そこで、次に柴崎さんが手がけたのは、まだ抵抗性を持ったウイルス株の報告が少ない、抗ウイルス薬、リレンザの合成です。一般的には、牛乳や卵などから作られる、生物由来の物質、シアル酸が原料ですが、 これを石油由来の物質から合成することに成功したのです発酵生産物であるシアル酸を使ってリレンズを化合成しようとしますやっぱり供給量に限界がある現在タミフルについてもリレンザについてもやっぱりそのお金がある国がそれを備蓄してしまってそうではない国がそれは備蓄できないとで全世界的な供給をするためにはやっぱり 石油からの大,大量生産法の確率、しかも安価なんですね、そういうものが必要であるということですね。柴崎さんが開発した製法による抗ウイルス薬はまだ市場には出ていませんが、こうした成果は将来、安価で高度な医薬品を供給できる技術として注目されています。柴崎さんは現在、より強いウイルス抑制効果を持つ改良型のタミフルの合成も目指しています。 医療格差のために救えない命をできるだけ少なくしたい。その思いが粘り強い研究を支えています。